今日憲法動脈はえー、小胸筋の上円あたりでえー 液化動脈から分子してくると言われていますのでまずそのあたりを観察していきます鎖骨がここにあって鎖骨の、えー、すぐ下ですね下炎にプローブを当てるともうだいたいそこで液化動脈の拍動が確認できることが多いのでここでちょっとプローブをぐーッと押してみますそうすると静脈は拍動がえっ、ー、と。 こうやって潰されて消えてくるのでこの今左側のやつが液化動脈になりますでこの辺りでですね大体こう強憲法動脈は C の字のカーブを描いて分子していくので今ここで流出できている これがおそらく胸憲法動脈だと思います。胸憲法動脈はさらにそこから、えっ、ー、と、肩法脂、三角筋脂、胸筋脂、鎖骨脂とそれぞれ分子をしていきます。で、ここからちょっと下に下がると、で、今、 消、えー、胸筋が出てきて、き消えるところまでプローブをまた上に持ってくると、えー、先ほどの分岐の場所に、えー、出,てきが出てきます。全上腕回旋動脈は、えー、こちらも液化動脈から分子していきます。 全上腕改善動脈はですね、血節観光の方に行って、血、えー、節観光部のあたりのです、ね、栄養を行っているので、病室としては、血節観光部あたりから、えー、と探してもらうと見つけやすいと思います。なので、えー、今、ちょっと肩を少し外転した角度になっていますが、ここで、まずは血節観光部を、うん、探して、 描出していきますでプローブの角度としてはこんな感じで当ててあげると全上和回線動脈が長軸で出てきやすいのでこの辺をですね結節間鉱部あたりを少し上下にスライドしてあげると今ここで全上和回線動脈がですね長軸方向で。 走行しているのが観察できますでこれが、えー、今観察できたらこのまま本管の方でですね折っていきたいのでプローブを今度は脇の方にですね、えー、下の方にずっとこの血管を折っていきますでそうすると結構深いところに えー、なるんですが、ここで液化、えー、動脈の拍動が出てきますのでここで合流する、えー、これが全、えー、上腕回旋動脈になると思われます。長軸で全部映すのは難しいんですがなるべくこの分岐部を映、えー、すように持っていきます。 あたりで分岐すするるとところになると思いますで今ちょっと下の方にも白道が出てるんですが全上腕動脈と同じ場所で甲上腕動脈も分子していくことが多いのでえ下の方に行く血管は向上向上腕回線動脈になるかなと思いますでここからですね、えー、この液化動脈を上からずっと追ってってここから 全上腕回旋動脈を描出するのちょっと角度とかが難しいのでやり方としては先ほどのようにこちらの結節肝鉱部の方これは見つけやすいと思うのでここからこのように長軸で走行する血管を見つけて下に液化の方にグーッと持っていくというやり方の方が探しやすいかなと思います。 甲上腕回旋動脈と健康回線動脈を病出していきたいと思います。まずですね、肩をこんな感じでちょっと外転させた状態にして、わかりやすいメルクマルとして、まず肩甲骨をですね、病出します。肩甲骨の外縁にですね、プローブを当てると、今この真ん中でちょっと三角形に尖って見えるのが、これが健康、 コツになりますで肩甲骨が、えー、見えたらこのままプローブを、えー、少しですねスライドしていくとよいしょえー、っとこんな感じでですね ここをしててもらっていいですかプローブの角度をですねこの液化にこう中に当てるような感じの角度でこうやって置いてもらうと肩甲骨の上を走行する血管がこのような感じで出てきます。で今これが抗、えー、上腕回旋動脈になります。 甲上腕回線動脈の、えー、表層ににある筋筋肉が今これ大円筋になります。甲上腕回旋動脈は、えー、とこのまま上腕骨の、えー、頸部の方ですね後ろの方に、えー、走行していきますのでこのままプローブをですね、えー、ちょっと後方の方に、えー、スライドさせていくとこのような感じで、えー、甲上腕回線動脈が表層の方へ、えー、上がってきて上行していく様子が 観察できますこのまま、工、え、場、ー、の回線動脈は、全、えー、上腕回線動脈と、吻、えー、合する場合があります。先ほどの場所に戻ってきて、えー、また肩甲骨をですね、病、えー、出します。で、今度はですね、もう少し、えっ、ー、と、下の方ですね、下方に、プローブを動かしていくと、 また今ここにですねプローブの角度を変えてないんですがこの場所で今度は新しい血管が今大円筋と広背筋の間を走行していますがこれが健康回旋動脈になると思われます健康回旋動脈は人によってはもう一層下大円筋の下で肩甲骨の上炎ですね肩甲骨の 上を走行するパターンもありますのでこれは個人差があると思います肩甲回旋動脈は肩甲化動脈からの分子になりますのでこれをえー、っともう少しですね液化の方にたどっていくとこちらで肩甲化動脈に合流してさらにこれが、えー、液化動脈の方に合流していくと いう、えー、解剖になっています。以上です。